歩いてきれ。で、あ、最高です。そう、いいね、最高。体験館がリニューアルオープンをして、その後何かしらこう私たちの身近に感じられるようなイベントがなかったので、ぜひその小町の里で私たちのいつもやっているようなキャンドルの点灯イベントをやりたいなと思って企画をしました。1月20日にこちらの体験館で実際にエコキャンドルを作る体験ワークショップをさせていただいてるんですけど、その時に来ていただいてエコキャンドルを作った方々が実際に今日この場にいらして点灯して帰ってくださってるんですね。やはりその地元のその自分の身近なイベントに育ってくれるといいなと思っています。いい匂いしない？あるよ。